旅をしました。お帰りなさいませ。女の話をしよう。愛を知ったとき、女は魔物に返上する。愛おしみと憎しみは本来別々のもの。それが一つのものとして語られるとき、これらをつなげる感情が不可欠になる。狂気だ。苦しいほど愛している。苦しいほど憎んでいる。他人への思いがこの域まで達したとき、怪物は現れる。とかく、一目惚れとは暴力のようなもの。する方は幸福だが、される方には不意打ちだ。それでは大物へと参りましょうか。見た目も心も野暮ですね。もう、なんで、なんで、どうしたし。バリバリなろうぜ。嬉しいございます。炎天よ、走れ。お見事。私も耳がたこうございます。尻尾の切れがいまいち。Thank you.
見た目も心も野暮ですね。あん、もう弱いくせになぜ殺したの。一点も残しません。嬉しいございます。行政よ、砕け。なっちゃうものですね。このカジュアルな感じも捨てがたいもの。何より私たちの出会いの一品。でもどうなんだろう。そりゃ私的にどんなチートアイテムより嬉しいけど、それ私だけだし。アルター援護反応近いです。気をつけて。接敵まであと3、2、1、0。
ういうことだ。こっちのフォルダの隠蔽はオタクに任せたはずなんだが。私ちゃんとやりました。フォルダ透明になってましたから。なってねえよ。見えてたよ俺。何すぐバレる嘘でごまかすとか、オタク子供なわけ？あの、でもここ遠くて。遠くねえよ。出口のすぐ近くでしょ。入り口付近まで足運んだ俺の方が遠かったでしょ。つうか、こっちの方がいいって言ったのはてめえだよな。顔のない王も切り取って貸してやったのに何してんの。あれ、綺麗なグリーンだったから、私のリボンにできないかなって。でも、もろくてすぐ破けちゃって。アーチャーさんのオーブって見た目だけで役に立ちませんよね。てめえにくれてやったわけじゃねえよ。肝心の仕事はほったらかしで裁縫の真似事に夢中。いやマジどうなってんのよその頭。いいよ白状しちまえよ。胸ばっかり栄養いって脳みそ空っぽなんだろ。サボっただけだもん。ああなお悪いわ。この面倒くささ、もう手の施しようもないですわ。悪いのは頭じゃなくて性格だったわ。こりゃ BB がリップをくれぐれもよろしくなんて念押ししてくるわけだぜ。どんなに強くても使えねえもんオタク。何？グズ？グズ系？そんなんじゃ友達もいないだろう。友達なんて、私いらないし、いなくても平気だし。いや涙目で言われても、これ泣くようなことじゃないでしょ。むしろ反省して頭下げるところでしょ。様子がおかしい？緑のですか？うん、あれ前回もあんなもんでしたよ。あいつ根は残忍かつ陰湿ですってば。あれこそ私が提唱する鬼畜系主人公、すなわちアニモー族です。すみません、五条神官に反応はありませんか？私の方ではもう SG を補足しているんですけど。それがあのエゴの心の隙。いえ、特性なのでしょう。ラニの時と同じです。あの AI 自身、自分の秘密を分かっていない。ですが今、アーチャーによってその特性があらわになっている。SG は観測者、対峙者であるあなたが命名しなければ形になりません。ファッションリップの特性が何であるか、明確な回答をお願いします。
お疲れのようですね。どうです？この辺りで脳を一旦スリープさせてマラソンでもしてくるのは。たまには体を動かすのもいいものですよ。いえ、そうですね。今の回答は間違いですよね。ですよね。ジナコさん的にはあのエゴは好印象っすけどね。他人の気がしないっす。お疲れのようですね。どうです？この辺りで脳を一旦スリープさせてマラソンでもしてくるのは。たまには体を動かすのもいいものですよ。いえ、そうですね。今の回答は間違いですよね。ですよね。ジナコさん的にはあのエゴは好印象っすけどね。他人の気がしないっす。お疲れのようですね。どうです？この辺りで脳を一旦スリープさせてマラソンでもしてくるのは。たまには体を動かすのもいいものですよ。いえ、そうですね。今の回答は間違いですよね。ですよね。ジナコさん的にはあのエゴは好印象っすけどね。他人の気がしないっす。ビンゴ！的確な推理よ。あっちが正気に戻る前にサクッと抜いちゃって。しまった！いつの間に！おい、意識はあるか、オタク！こんなところで暴走すんなよ！私、大丈夫です。ちょっと、チクッとしただけで。それならいい。ってよくねえよ！なんで抵抗しねえんだよ！最後の一枚になっちまったじゃねえか！別に、いいですよ。私、気にしません。アーチャーさんは器が小さいです。最後の一枚をきっちり守れば、結果的には同じじゃないですか。ちまちま走り回るの疲れるし、そういう細かいことは、アーチャーさんにお任せします。真理っすね。敵ながら見どころあるっすよ、あのさくらさん。物臭な AI と一緒にしないでください。
まいった、まさかこんな理由でここまでの仕事を台無しにするとはね。もう忍耐の限界だ。 BB に目をつけられようが、てめえにはきついお仕置きをしなくちゃ気が済まねえ。ほら尻を出しな。昔から悪ガキにはこれと決まってんだ。僕らは関係ないだろう。引っ込んで。いや待て待て、何熱くなってんだ俺。調子狂うぜ。ああ、やめやめ、俺の仕事はここまでだ。あとは自分で責任取りな。うわぁ、また厄介なのに気に入られたわね。でもこれはチャンスよ。好意につけ込むようで気が引けるけど、記憶の保管場所を問い詰めてみて。記憶？あなたの記憶ですか？はい。それなら、私が保管しています。でも、秘密については話せません。あなたも、秘密には手を出さないと約束してください。そうじゃないと私、耐えられない。お願いです。約束してください。約束してください。約束して。